どうしたんだろう、ハヤト君。お盆以外休みなしだったよね。あれでも私たちのこと気遣ってくれてるんじゃない？そうだよ、ずっと忙しかったし。それにハヤッチ心配してたもん。リホさん働きすぎるから。え、そうなの？それならせいぜい楽しまないとね。海やった、誰もいない。本当だね、午前中雨だったから。